アルベル・ラモリスは、フランスの映画監督、映画プロデューサー、脚本家である。代表作品に、白い馬、赤い風船がある。また、ボードゲーム、リスクの考案者でもある。1922年1月13日に、フランスのパリで生まれる。エコール・デ・ロッシュ、高等映画学院を経て、当初は、写真家となる。1947年。 短編記録映画、ジェルバで初監督となる。47分の短編映画で、チュニジア・ジェルバ等の風物を記録している。劇映画の監督としては、1949年の小さなロバ、ビームが第一作となる。この作品も45分の短編映画である。再びジェルバ島で撮影が行われ、少年とロバが繰り広げる冒険物語となっている。この作品は、 フランスの詩人、作家のジャック・プレベールに見出され、後に彼はこの作品を用いた写真絵本を刊行した。1953年には劇映画第二作となる白い馬を監督。フランスカマルグを舞台にした少年と野生馬の物語である。この映画が第六回カンヌ国際映画祭においてパルムドールを受賞したことからラモリスの名は広く知られるようになる。 そして1956年には赤い風船を発表。36分の短編でセリフはわずかしかないが第29回アカデミー賞において脚本賞を受賞。第9回カンヌ国際映画祭において再びパルムドールを受賞した。1960年には長編映画も手がけるようになり、その第一作素晴らしい風船旅行の監督、脚本を手掛けた。 この時、ラモリスはヘリビジョンというものを自ら開発し、この映画の撮影で初めて導入した。これはヘリコプターからの空中撮影時に振動による画面ブレを起こさないようにしたシステムである。1963年にはこのシステムの特許を売り込みに来日している。1965年の長編第2作フィフィオーラを行くでもこのヘリビジョンが用いられた。 1962年には再びカマルグを舞台にした短編ドキュメンタリー野生馬たちの無双を監督。1967年にはフランス文化賞アンドレ・マルローの援助を受け短編ドキュメンタリーパリの空の歌ベルサイユを監督した。家族は妻とカズオ次女。このうちパスカルは白い馬に出演赤い風船では主役の少年を演じている。 サビーヌも赤い風船に出演している。映画のほか、1957年にはボードゲームリスクを考案している。当初は世界征服という名だったが、アメリカのパーカーブラザーズ社が発売する際にリスクと解明された。1970年6月2日、ドキュメンタリー映画恋人たちの風撮影のためにイランのテヘラン郊外をヘリコプターで飛行中。 回転翼が電線に接触して墜落死した。48歳。恋人たちの風は、その後、彼の制作ノートに基づき未亡人と息子のパスカルが完成させ、8年後の1978年に発表した。ありがとうございます。